久保修北陸アイドル部の目指せゲームマスターさあねえソワちゃん、はい、今回初めましてですね。そうですね。はい、はい、能登出身の中学3年生土井ソワです。よろしくお願いします。いや中学3年生若いですね。いやもう、はい、久保修さんも若いですね。いやありがとうございます、ね、ちょっとねあのソワちゃんに言ってもらって嬉しいんですけどもあのソワちゃん普段ゲームします、はい、します。私はよくリズムゲームをしたりしております、ね。はい、あリズムゲーム、はい、それは何でやるんですか。スマートフォンで自分のでやっております。おスマホでね、はい、いいですね。実は今回ソワちゃんに体験してもらうのが、はい、マインクラフトというゲームなんですけれども、はい、知ってます。はい、聞いたことあります、ね、聞いたことあります僕もね、はい、聞いたことあって実際プレイするのは初めてなんですけれども、そうなんです、ね、まあ、敵が襲ってきたりあとは自分でねあの建物を建てたりする、おーすごいゲームなんですけれども、まあ、協力プレイもできるということなので、はい、この後2人で協力してプレイしてみたいと思います。はい、はい、頑張ります。さあということでソワちゃんにはマインクラフトを体験していただきたいと思います。はい、で今回のゲームマスターカーニーさんです。よろしくお願いします。さあじゃあちょっとぜひまずは操作の方をあの説明お願いします。はい、結構このマインクラフトってゲームいろんな操作ができるんですけれども、うん、この右のジョイスティックこのグリグリ回すやつであの目線をこうやって切り替えたりできますね。本当だ。で真ん中に十字のカーソルが見えるじゃないですか。それがあの画面の十字キーってことですね。あそこが今見てるとことか、うん、今手見えてるじゃないですか。でマインクラフトは結構物作ったり物を置いたりみたいなのができるのでそこに置くっていう風な、その、まあ、指示がその十字のカーソルとかになってる。おー、はい、あそうなんですね。じゃあ次に、左側のこのグリグリのコントローラージョイスティックですねあります。これで移動したりとか前に進んだり後ろに進んだりとかできますね。おおあああ、はい、あで今沈んでるじゃないですか、はい、水の中に窒息しちゃうのでA ボタン、A ボタンを連続で押すと浮いたりジャンプしたりできるので、はい、で視点を切り替えて前に進んだりとか後ろに進むのは左側のグリグリで回して目線とかを上向いたり下向いたりするのは右のスティックで操作します。おカニさんこれはどういうふうにこうゲームをこう進めていく感じなんですかね。あの結構これ自由度がめちゃくちゃ高いんですけどさっき、はい、あの敵たくさん出てきたじゃないですか、はい、今設定モード変えて敵なしにしてあります。だから可愛い動物しかいない平和な世界なので。あそうなんですか。平和な世界だそうですよ、はい、このゲームの結構醍醐味なんですけど、はい、サバイバルモードってやつはその敵からゾンビとか、うん、近づいたら爆発する敵とかが、うんいて、まあ、そこから生き残りながらなんかこの自分の家作ったりとか、住むように町を作ったりとか冒険したりとかっていうすることができます。はーじゃあ結構遊び方はバリエーションがいっぱいあるんですね、はい、じゃあその今あの頭つかえてるじゃないですか。今それ白樺の木ですね。白い幹の白樺の木それをじゃあ、右側の奥の R ボタンをそうすると殴ってるじゃないですか。ビシビシ。ああ本当だ。でそれずっと押し続けるとガガガガガってなりますね。なんか削れてますね、はい、しかも。はい。頑張って今壊れててます、ね。ポンと壊れます。壊れた。奥にあのブロックが出てきます。あれを前に進んで取ってみましょう。進めないです。あ、つっかえてますね。はい。今白樺の木を持ってる状態。あ本当だ持ってる。はい。そういうそれがアイテムになった白樺の木なのでこの木を使って棒とか作ったり、あの木の斧を作ったり。へじゃあ1個じゃ足りないのでもっと回収してみましょうか。へえ、あ、うん、そうやって自分で壊して壊してでゲットしてっていう感じなんですね、はい、でこのマインクラフトっていうゲームはレゴブロックと一緒で全部がブロックの世界になってます。あそうなんですね。だから土も岩も全部回収できます。はあじゃあそれも削ったりして、はい、回収してまた別のところで作ったりってことなんですかね、はい、そうです、はあ、じゃあ早速いろんなものを作っていきましょう、はい、じゃあ一番最初に作りたいのはツルハシなので、うんレシピのとこから右から2番目棒みたいなやつありますね。2番目右から2番目、ね、右上の2番目わかりますか。それです。これです、はい、木材ブロックを2つ縦に置くと、まあ、棒っぽくなるんですね。そしたらじゃあ棒をじゃあ
2個ぐらい作りましょう。 A2 回押しましょう。お、できた。はい、押しましたね。押しました。じゃあ次は右側のパネルの方に行ってもらって、はい、あ、じゃあすいません、左側のパネルで今剣とかツルハシのアイコンついてるやつあるじゃないですか。はい、はい、それをじゃあどれ作りましょう。まずはじゃあさっきあの木を切ってたので斧の、あ、斧、斧をじゃあそれを押しましょう。はい、はい、そしたら今アイテムの一番右の方に斧ができてますね。あ、本当ですね。うん、あとはじゃあスコップ作りましょうか。はい、スコップ。真ん中ですね、ちょっと見にくいから。スコップ、ね、シャベルです。はい、お、できた。じゃあ左側のツルハシも作っておきましょうか。これですか。はい、お、できた。はい、はい、じゃあこれだけあれば十分でしょう。ちょっと一回使ってみますと。で、はい、じゃあもう一回その今の斧できましたね。じゃあ斧を持ってみましょうか。 LR を押して B ボタンで戻って LR で、はい、お、これがしゃべる。もう一つ左ですね。お、斧を持ちました。でした、はい、じゃあ斧で木を切ってみましょうか。はい、お、近くに、はい、あ、本当だ、結構早いですね。早いですね。はあ、これレベル1の木のツルハシです。へえ。もうちょっと物語が進んで素材が見つかると鉄のツルハシとか、はい、ダイヤのツルハシを作ることが、なるほど。そして効率が上がります。はあ、どうでしたか今木のツルハシ作れましたけど。そうですね、便利ですねこれ。はあ、なんか現代にもあるのかなって思います。そうですね、キャンプとかね、そういうので、うん、こういう不便を楽しむみたいなことあるんですけども、はい、このゲームのやっぱ楽しいっていう人はなんか物作る楽しさとかで触れれるので、うんうんうん、あ、できた、うんうん、この木ってなんかすごく掘るの大変だけどもどうにかならないのかなってなっていろいろ物作ってできることが増えてくる楽しさみたいなのが、うん、まあ、このゲームが一番最初に体験することです。なるほど、まさに本当にサバイバルなゲームなんですね。さあ、ということでソアちゃんにはマインクラフトを体験してもらいましたが、はい、どうでしたか。楽しかったです。お、物を自分で取って作るんですよ、うんうん、それがなんか、まあ、昔の人はこんなのにしてやっとったんやなと思って、はい、ちょっと楽しかったですね、うん、あ、よかったです、うん、そしてソアちゃんはねラジオも収録初登場ということでしたけれども、はい、ね、うん、ラジオはどうでした。やっぱ声いいなってめっちゃ思いました。ありがとうございます、はい、嬉しいです。ラジオ、ね、はい、よく聞いているので。あ、嬉しいです。生で聞けると思ってなかったのでもう嬉しいです、ね、はい、あ、ありがとうございます、まあ、ソアちゃんにもねぜひ、まあ、この後もね、はい、ラジオ番組をいろいろと出ていただきたいですし、はい、あとはゲームもね、いろんなゲームぜひ体験していってほしいなと思います。はい、ということで、気になる本編はぜひラジオをお聞きください。バイバーイ。